あー忙しい忙しい、マジで週末明けマジ仕事忙しいぜ。あら猫パンチさん、何ですかそのヘッドセット。あーこれかい。これはね、最近レーザーから発売されたヘッドセットなんだけど。キャーすごい、猫パンチさんゲームやってるんですか。あーまあちょっと FPS とかをねちょっとねやってるね。うん、そんな素晴らしい、私も最近 Apex 始めたんです。よかったら付き合ってください。仕方ないな。はい、皆さんこんにちは、スーパーネコパンチです。今日も春季動画やっていきたいと思います。本日やっていく内容はこちらだ。じゃん、レーザーさんから新発売されたレーザーオピウスでございます。はい、これね、あのね、もうね、もう情報出た途端に欲しいって思いました。めちゃくちゃかっこいいんだよね。もうレーザーさんといえばやっぱりレーザーのゲーミングマウス、ゲーミングキーボード、ゲーミングヘッドセット、ゲーミングなんとかって感じなんだけど、今回はどっちかというとライフスタイル向けっていうの、一般的な使用目的の、周辺機器になりますね。これ初めてねこういった商品出したのですごいねワクワクしています。このヘッドホンはどのカテゴリーになるかっていうと、ワイヤレス ANC ヘッドセットって書いてますね。だから、無線のアクティブノイズキャンセリングがついたヘッドセットになっています。 Bluetooth でつなぐタイプのものになっていて、AAC、そして AptX もサポートしています。そしてこちらに表記があるんですけども、THX の認証を受けていますね。こちらの方に関しても、後で触れていきたいと思います。オートポーズ、オートプレイ機能もあるみたいで、耳からヘッドセットを外したら、勝手にね、再生しているものが止まって、で、つけたらまた再生始まるっていう、そういった機能も入ってるみたいです。はい、ちなみにね、今回は、このミッドナイトブルーっていうね、色を買いました。これどうやらブラックもあるみたいなんですけども、今回のミッドナイトブルーめちゃくちゃかっこよかったのでこっちにしましたね。パカッとな、はいはい、ここにね、レーザーの社長からの僕に、個人的なメッセージが書いてますね。いつもうちの製品を購入してくれてありがとうと、レーザー教にようこそと、書いております。嘘です。はい、来ましたね。かっこいいなこれ、ご会長。はい、いやーかっこいいな、おいかっこいいな、おい。入ってましたね。質感がいい。レーザーらしくないって言ったら怒られるけど、なんかレーザーっぽくないな、本当に全体的な雰囲気が。そして、やっぱり最初に気づくのが、レーザーって3つの蛇がさ、外向いてるあのマークなんだけど、ロゴがね、すごいシンプルですね。レーザーって。ちょっと軽く書いてるだけです。しかもシルバーでね、かっこいいですね。本当になんかあれだね、大衆向けというか、まあ一般的な生活で必要な周辺機っていうカテゴリーなんですね。すごい、ミッドナイトブルーにしてよかった、いけてる。はい、これはおそらく飛行機とかで使う用のなんかアダプターですね。 3.5mm の4極ケーブルが入ってます。はい、こんな感じ。片方は L 字ですね。ケーブルの長さ今下がったんだけど、だいたい1メートル20センチぐらいですね。これタイプ C のチャージングケーブルですね。比較的短いですね。タイプ C、タイプ C です。で、タイプ C のポートがない人のために、アダプターもついてますね。いつもの USB からタイプ C に変わるやつ。だからこうやって挿してチャージする感じですね。はい。そんな感じ。非常にシンプル。出張でも使えるようにね、こういうケースをつけてるんですね。本体の方を見ていきましょう。このね、耳がね、ふっかふかよ。柔らか。ああ、これいいわ。肌触りもすごくいいですね。はい。で、中もスポンジみたいなのが入ってて、ちょっとふかふかですね。ここの中もふかふかです。上のクッションも結構ふかふかですね。弾力が強めのふかふか感ですね。とにかく質感がいいですね。はい。そして、調整のところは、鉄でできてます。非常に質感高く作られています。このクリック感結構ありますね。しっかりします。すぐにね、なんかずれる感じもしません。表面もすごいシンプルだな。ここも何も書いてないね。THX としか書いてません。左のイヤーパッドは ANC アンビエント。これは外部音を取り込むモードですね。アンビエントっていうのは外部音を取り込むモードと、アクティブノイズキャンセリングがオンになった状態。で、これはどうやら長押しで聞くみたいです。さっき説明書ちょっと読んだんですけども、長押しの時だけ、外の音が聞こえるようになるみたいですね。で、次がパワーボタンですね。LED パワーボタン。で、3.5mm の差し込み口、USB Type-C のチャージングポート。右側には、ボリュームアップとボリュームダウン。そしてこれはミュートかな?このセンターボタンの機能なんですけども、ちょっとね、社長からの手紙を読んだところ、中央のボタンに関しては、再生の一時停止と着信応答、または通話の終了、いろいろできますね。中押しだったら、ボイスコマンドを起動とか、着信拒否、通話の切り替え、いろいろできますね。
はい。で、充電に関しても、こういう風に、充電中だったら点滅して、フル充電で常時点灯になるみたいです。ちなみにこれね、充電時間というか、そのバッテリーの持続時間25時間らしいですね。はい、そんな感じですね。まあ、とにかく見た目がさ、すごい思うのが、ソニーの 1000XM3 に似てるなっていう気がしますね。なんか、パッと見だけどね。本当に洗練された、通勤中とか仕事のね、オフィスとかで使っても全く問題ない見た目になってますね。すごいシンプルでかっこいいですね。とりあえずこいつをね、ちょっとつけてみたいと思います。あら、まあ。オーマイ。いや、つけ心地めちゃくちゃいいじゃねえか、これ。やべえ。付け心地めちゃくちゃいいわ。ていうか、これでゲーミングヘッドセット出してほしいわ、このデザインで。やばいな。え、これでいいじゃん。レーザーさん、これでいいじゃん、もう。っていうね。すいません。発狂してますね、ちょっと。はい、今ね、付け心地めちゃくちゃ良かったんだけど、あることを忘れた。ちょっと重量を測るの忘れましたね。多分、めちゃくちゃ軽いと思います。270かな？わかんないけど。268。やっぱりね。いや、これめちゃくちゃ軽いよ。しかも、付け心地もめっちゃいいですね。速圧とか特に感じないですね。まあ、速圧はもちろんないとダメなんだけど。もう一回ちょっとつけていい？これやばいわ。あ、やばいわ、これ。あ、これはもう買いましょう、皆さん。はい。ちょっとマジでこれでゲーミングヘッドセット作ってほしいんだけど。すっげえいいんだけど、付け心地。驚愕。実際に、ペアリングしていこうか。PC とちょっとペアリングしてみようかな。スマホでもいいんだけど、PC でちょっとペアリングしていきます。同じだと思うのでね、Bluetooth の方でペアリングしていきます。まずオンにしないとね。パワーボタンは長押しでつくみたいですね。長押し。はい、ついた。で、ペアリング探してる状態で、レーザーオプス、これかな？デロリンっていう音とともに繋がりました。完了。簡単。これね、公式ウェブサイトなんですけども、ここに書いてるのが THX 認証ヘッドホン。これね、多分ざっくり、ちょっといい音が出るのかな、みたいなイメージなんですけども、ちょっと詳しく見ていきましょう。THX の専門家により映画のようなオーディオ没入感を提供するために最適化され、使用されたヘッドセット。ムービー、ミュージック、ゲーミングにおいて豊かでバランスの取れたサウンドステージが実現します。で、詳細をこちらってクリックしたら、もっと詳しい、話が出てくるんだけど、この THX にヘッドホン認証プログラムって何なのかっていうと、周波数特性、低歪み化、優れた遮音性、ここら辺をチェックした THX 試験っていうのをパスした一定以上の高い品質の音声が出るヘッドホンっていうことで、結構ガチでいろいろやってるみたいですね。高音ボーカル、低音の最適なバランスを維持するために調整されています。だから、多分ね、フラット寄りですね。で、音量をどれだけ上げても歪んだりしないっていうことですね。はい。音楽聴いてみるか。行くぜ。おお、いい音出てる。はいはいはい、いいよ。うん、綺麗ですね。うん、高音も綺麗。こっからですね、低音出ますよ。来るぞ。低音どうだ。出てる出てる。いいですね。やばいな。なるほど。はい。で、きちんと外したら、これ止まるんですね。面白い。ちょっとつけてみるよ。また、つけたら、始まる。外したら、止まる。いや、完璧じゃねえかよ、おい。で、音質はね、いいですね。間違いなくいいです。で、低音も、閉まってきちんと出てます。音の傾向としてはフラットより、まあ、フラットだと思うんだけど、結構ね、その高音も綺麗に出てて、低音もしっかり出てる。優等生ですね。やばいな、これ。付け心地もめちゃくちゃいいし、しかもこれさ、多分ここにセンサーあるのかな。ほら、外したら止まる。つけたら、プレイして止まる。面白いな。片方はどうなんだ？槍のイヤーカップに多分センサーついてんな。始まる。槍を開けると止まる。はい。ちょっとじゃあマイクテストやっていこうか。で、スマホに関してはどうやらアプリがあるみたいなんで、そちらも後で見ていきたいと思います。多分これスマホで使う人多いと思うしね。とりあえずね、マイクのテストだけやっていきましょう。はい、今ですね、このレーザーオピウスの、ヘッドセットを 3.5 ミリのケーブルでアダプターに挿して、ヤマハの AG06 のオーディオインターフェースに挿して録音しています。どういう風に聞こえてますでしょうか？3.5 ミリケーブルから、ヘッドホンとマイクの分岐アダプターをかまして、AG06 に挿します。THX 認証ヘッドホン。すべてのムービー、ミュージック、ゲーミングにおいて豊かでバランスの取れたサウンドステージが実現しますということです。はい。どういう風に聞こえてますでしょうか？どうも皆さん、こんにちは。スーパーネコパンチです。はい。いかがでしたでしょうか？マイク音に関しては、ぜひ皆さんコメント欄の方でね、感想を教えてください。僕の感想としては、かなりいいんじゃないのかって思いますね。こういったこの手のね、ワイヤレスヘッドセットで、だいたいマイクが、
うんこなんですよ。あ、すいません。だいたいマイクがね、すごいダメなんですけども、こちらに関してはね、なかなか普通に使えるようなね、マイク音でしたね。ブームマイクがついてないんで、そこら辺はちょっとね、まあ、聞こえ方違うんだけど、かなり優秀だと思いましたね。で、一つ気づいた点が、これね、3.5 ミリ有線つなげて、まあ、音楽聞いてみたんだけど、やっぱりその Bluetooth で聞くよりは、なんだろう、低域がちょっと増す感じかな。だから、もっと、完璧な音になる感じですね。Bluetooth の規格に縛られてるんで、そこはもう仕方ないんですけど、両方ともね、音質はすごくいいですね。だから、3.5 ミリの有線でも問題ないし、Bluetooth でもいい音が出るっていうね、かなり優秀なものになってますね。もう一個面白い発見したんですけども、有線で繋げた状態で、パワーオンにしたら、そのノイキャンもね、オンにできるんですね。だから、有線で聞きながらノイキャンもオンにできます。でも、その時だけ有線で繋いだ状態でパワーオンにするとちょっとだけね、ちょっとだけなんだろう、空気音みたいなのがスーってのが入りますね。で、まあそんなに気になるレベルではないんだけど、無音ではないです。でもまあ音楽とかまあ何か流れたら、まあそういうの気にならなくなるんで、それでもね、すごい優秀だと思いますね。有線でノイキャンも使えるし、無線でもノイキャンが使える。マイク音もね、そこそこ優秀なんで、これはね、これは間違いなく売れるよ。まだレビュー終わってないのに結論出していく男ですね。はい、これは絶対売れると思います。はい。しかも軽いし、付け心地も完璧だしさ。なかなか欠点が見つからない、ヘッドセットですね。で、さっき言うの忘れたんだけどさ、ミッドナイトブルーめちゃくちゃ刺さってんだよな、俺。なんか黒寄りのブルーなんだけど、ほんと伝えづらいな、これ。光ではなんとか伝えられないかな。こうブルーなんだけど、ブラックで、まあ、ちょうどいい色なんだよね。ほんとに上品ですね。すごい上品な色です。そうそう。あとね、スマホのアプリもあるみたいなので、そっちの方を見ていきたいと思います。それではこちらのレーザーオビウスのアプリの方をね、見ていきたいと思います。これちなみに iPhone の、App Store の方にもありましたんで、問題なく両方とも使えると思います。まずはインストールして、セットの追加、パワーオンにしておきましょう。接続中。はい、見つかりました。はい、簡単。おー、すごいすごい。いろいろありますね。THX、増幅、音声、クリアさの向上、低音の強化、いろいろありますね。イコライザーだけなのかな、これ調整できるのは。歯車のとこは何かあるかな。自動一時停止再開を有効にする。あ、これもできるんだね。ヘッドセットを耳から外すとオーディオが自動的に一時停止します。これもオンオフできるみたいですね。まあ、こういったものがあるっていうことで、まあ、基本的にでも THX のフラットなね、EQ が僕は好きなんで、THX で使っていくと思います。はい。はい、ということで最後まとめていきたいと思います。こちらのレーザーオピウス。まあ、結果はみんなね、もう分かってると思うんだけど、かなりおすすめですね。で、一応最後にね、結論として、良かった点と、まあ、悪い点っていうか、まあ、気になるかもしれないところですね。一応、お伝えしておきたいと思います。まず、いい点としては、圧倒的な付け心地ですね。マジで、ぜひゲーミングカテゴリーにこのね、付け心地のヘッドセット出してほしい。付け心地もいいし、軽さもいいし、見た目もいい。で、黒もあって、ミッドナイトブルーもかっこいいしね。で、音質に関してももう、折り紙付きですよね。THX 認証ついてるっていうのもあるし、音質はかなりフラットです。低音も出てて、高音もきちんとクリア。で、しかも、スマホだったら EQ 機能までついてきて、文句なしです。で、マイコンに関しても特に問題ない。全然使えるマイコンですね。こういったヘッドセット特有のダメなマイコンではないですね。ノイキャンに関してもかなり優秀ですね。低音がいわゆる消えるタイプのノイキャンで、全くの無音になるというわけではありません。だから、例えば、エアコンの音だったら、ゴーっていう音が消えて、ファーっていうのがちょっと残る感じですね。完全に消えるタイプではないと思うんだけど、そういう耳が圧迫される感じはそこまでないです。だから、適度なノイキャンって感じだと思います。で、3.5 ミリの状態でパワーオンするとノイキャンもオンにできるっていうね。なんも欠点がねえじゃねえかっていう。人によってはあるんだと思うけど、俺は全然感じなかったですね。気になる可能性がある点としては、首にかけるときに、例えばこう短い状態だったらちょっと首が苦しくなります。でも、これ、伸ばし切っちゃえば首にかけても全然苦しくないですね。もしくはちょっと立てるとか、そういった工夫をすれば首にかけても問題ない。まあこれは結構なんか頑張って欠点探してるんだけど、ノイキャン機能に関しては、まあこれ2万円なんで、2万円にしてはいいんじゃないのかな。比較的うるさい環境だったら集中できるようになると思います。今これ2万円ぐらいで売ってるんだけど、かなり安いですね。ソニーの XM3 とか3万ちょっとしてたんだけど、今3万7000とか値上がりしてるから、まあ他のやつも2万円ぐらいのはあると思うんだけど、やっぱりレーザーっていうのがでかいんだよね。レーザーでこんな洗練されたデザインでさ、
まあゲーマーだったらね、欲しくなるし、レーザーファンだったら間違いなく買いですね、これは。もし気になった方は、詳細欄の方にリンク貼っておきますんで、チェックしてみてください。で、冒頭やった茶番みたいなやつは、あれは僕のまあシミュレーションですね。このレーザーのオピウスをつけて、会社に行けば怒るかもしれないシチュエーションってやつです。はい。だからこのレーザーオピウスを買えば、彼女ができる可能性は、僕がプロゲーマーになる確率と同じぐらい高いですね。で、もしこの動画ね、見てる人、多分気になってる人いると思うんだけど、ここにあるね、有線でミックスアンプにつなげたらどうなのかっていう点、あと PS4 だね。 PS4 に繋いでゲームやったらどうなるかっていうのを気になってる人いると思うんで、そこら辺遅延とかどうなのかっていうのも、チェックしていきたいと思うんですけど、尺的に今回の動画これで終わりたいと思います。もしこの動画高評価500以上いったら、すぐこのねゲームでこのオピウスを試していく動画作っていきたいと思います。はい、ということでね、まあ個人的にこのレーザーの商品ね、このライフスタイルシリーズね、ぜひどんどん増やしていってほしいですね。かなり個人的にも応援したいと思っています。はい、ということで今回の動画はこれで終わるんですけども、今後もねこういったね、周辺機器の動画どんどんやっていきますんで、あと JBL のクォンタム400の方もね、そのうちやっていくんで、もしよかったらチャンネル登録と高評価、そして、ベルマークのクリックよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。